香港海洋公園は、香港島の南区にある動物園、水族館、遊園地である、高竹港と南明山にまたがっている、1977年1月10日に開設した、海洋展示海洋館クラゲ1万花ずつ、道館展示急流展示、時短アス動物展示ジャイアントパンダの、いい緑や花園いい展示園内のエスカレーターは、 世界で2番目に長い屋外エスカレーターがあり、海洋公園オープン当時は世界で最も長いとされた。海洋公園ケーブルカー園内には長さ 1.5km のケーブルカーがあり、麓のオールド香港と山上のマリンワールドとを結ぶ。所要時間は約8分20秒。多客時には2本の作動を同時に稼働させることにより、1時間あたり、 約4000人の来場者を輸送することが可能である。ゴンドラは252両あり、各社の定員は6名である。英語表記はオーシャンエクスプレスで、漢字表記は海洋列車。それまで、多客時には日本同時運行でも乗車するための長い行列ができ、さらに強風が発生すると運転見合わせになり、来場者の移動が容易ではなかったこともあった。 ケーブルカーの輸送改善策として2009年8月に開業した高層式ケーブルカー。ウォーターフロント駅とサミット駅の2つのテーマエリアを約3分で結ぶ。園内の地形を活かし、駅施設以外の軌道はすべてトンネルにすることで天候に左右されることなく1時間あたり最大で約5000人の来場者を輸送する。潜水艦をモチーフにした車両は2両編成。 車内は走行中、園内のテーマの一部である海底をイメージした映像を上映し、アトラクション的な要素も盛り込んでいる。フォルクスワーゲンが公式スポンサーであり、駅のホーム屋根の柱にも、同社のシンボルマークの旗が掲出されている。ありがとうございます。